部屋でバーベキューすればいいんですよ。アクアリウムバーベキュー、煙問題これで解決します。どんな機能？トン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 、はあ、パカッパカッ、ほっほっ、お意外に意外に可愛い、はあ、はぁ、煙の出ないあれ、ザイルミニ、煙問題はこれで解決します。これがプレート？なんか汚い、取り外せる、はっ、なんか映り込むぞこれ。これが熱源？上は？こっちも引いたかな？ああ、なるほど。ザ・ワールド。うん。ここもシンプルだ。これは期待できる。早速、バーベキュー始めたいと思います。どうも、サボリです。お部屋でバーベキュー。先に、注意事項だけ確認します。しまうときに、あ、これはね便利だな。うん、何回使うのこれ。簡単マニュアルで OK。 今回ね、今回の食材はこれら。かなり経費がかかってしまったんで、安いお肉たち、豚トロアメリカ産199円、牛カルビアメリカ産199円、安い、アスパラ、ピーマン、エリンギ、腐ってないよ、買ったばっかり、北海道病状、北海道産、これ類、アスパラは日本アスパラと、野菜たちは洗ってで、硬いとこはいらん。よいしょ。はっ。背わたも。あれとこよ。また怒られる。あれとこよ。よし、3つあれば。3つもいらんな。こんないらん。もう1人前ちょっと減らそう。2回分ある。お肉たちもペロッ。おー、安いくせにうまそうだな。トントロもほっほっ、これだけあればいいだろうお前。これだけあればいいんじゃない。ここに一緒にしよう。まあ1人前これでいい。食材はね、1000円ぐらい、1000円もかかってないかもしれない。アクアリウムバーベキュー、カチャ。タレはこれを、さあまずは乾杯から、乾杯から、乾杯。あー、少し余熱、余熱がどれぐらい、余熱3分、余熱1分だって。焼肉の場合余熱1分、もういいかな。まずはこれ、あれ、ジュって言わない、じっくり派だ。じっくりか。野菜も、あ、真ん中がね、真ん中が熱いんだ。お、
わかるこれ。はっ。カメラチック。わかる？お？は、少し早いか。豚肉はね、しっかり火を通し、牛肉はミディアムレアで。煙は？煙も思ったほど出ない。色が分かりづらいな。色が分かりづらい。野菜多めに入れよう。牛肉はこんな感じでいいかな。牛肉から。いただきます。見えてるこれ。はっ。タレにつけて。いただきます。おお、うまい。え、安い肉うまい。ちょっと箸を分けて。安い肉なんですけど、うわ、全然おいしい。そして、豚トロ、これぐらい、これぐらい、はっ。うん、豚のうまさ、豚肉のね、甘さっていうのかな、安い割には美味しい。焼肉バイキングありますよね。それよりもね、やや上。うん、やや上。さすがにね、焼肉屋さんにはかなわない。けど焼肉バイキングよりは上かもしらん。うん。美味しい。こうやってね、水槽を見ながら焼肉、贅沢すぎる。これはね、あ、コリドラスたちも焼肉見てる。これはエリンギ。これを焼肉にはね、エリンギが欠かせません。おお、うまっ、おいしい。北海道産アスパラ、うん、うまっ。おお、ちょうどね、これからアスパラが旬ですからね。油が引かなくていい。全部乗せちゃえ。これはね
煙が出なくていい。今までね、散々苦労しましたからね。火災防止になる。こんなのね、水槽の前で余裕ですよ。ほら、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 ほら。見えた？これ贅沢だろ、これ。こんな贅沢ない。うん。うまっ。ここで採点します。水槽を見ながらのバーベキュー焼肉、85点。ただね、おっと、まだ大丈夫。これ素材が良かったらね、90超えですね。このレベルのお肉でさえ美味しく感じる。あ、うまっ。いくらだったかなこれ。なんかね、期間限定のクーポン、それがあったんですよ。慌ててポチりました。はい、ゴールデンウィークで4000匹。いいカモだな。いいカモだろこれ。煙も出ない、油もいらない。はっ、うん、あ、以上アクアリウムバーベキューでした。ありがとうございました。このシリーズね、またやろうかな。水槽を変えて、料理変えて、違う水槽の前でまた違う料理、うん、夢が広がる。